札幌記念の予想です。お願いします。はい、というわけでね、日曜日の重賞札幌記念の予想で、ね、していくわけなんですけども、まあ、本当はね、あのマカ引きをね狙おうとしたんだけど、ちょっと回避になっちゃったんで、またねちょっと一から考え直した結果、ちょっとなんかそれっぽい穴馬もいなくね、まああんま面白くない予想になっちゃったんですけど、今回の札幌記念なんですけど、見えちゃったんですよね。今回の札幌記念勝つのはラッキーライラックです。はい、まあ、簡単に説明するとね、まあこのメンバーなら抜けてるかなと、まあ、2000m もね、まあ、実績あるし、まあ、宝塚記念こけてるんだけども、宝塚記念の範囲はねもう完全にババってね、もう分かりきってるんで、今回はそこまでひどくならなそうなんでね、まあラッキーライラックでいいかなと思いました。はい、で、対抗にノームコアですね。まあね、本当はマカ引きだったんだけども、ノームコアと、まあ、距離がね伸びてるのかどうっていうのがちょっと心配かもしれないんだけども、まあ小回りだしね、このメンツならこなしてくれるでしょうと、そう思いました。はい、でこの2頭でね勝負しようと思います。はい、というわけで、ボンレス高島大先生の見解をご覧ください。どうぞ。はい、どうもこんにちは。札幌記念の予想はですね、僕の本命は、1枠1番ノームコアでいきたいと思います。まあね、ここのとこ G1 の続けて走ってて、 G1 以外走るっていうのは去年の富士ステークス以来になるんですけど、まあラッキーライラックがどうかなっていうところなんですけど、やっぱね僕ノームコア好きなんですよ。あのね、高松宮記念でももしかしたらね1200でも来るかもしれないと思って、本命というかね、中心視して、まあ、全く走らずってところだったんで、ただまあ伸びる分にはいいんじゃないですか。もともとマイルをね続けてる馬ですけど、札幌の2000ぐらいだったらまあ走れるでしょうっていうぐらいね、僕が強い馬だと思ってるんで、まあそこまでねその豪華メンバーってわけでもないので、一着で期待するのがいいかなというふうに思います。はい、失礼します。はい、続きまして武田くんです。はい、ということで、札幌記念ですね。札幌記念こちらにあります、ゴードボックスやっていきたいます。しゃあ、はい、ということで、アードマイアジャスターカウディーリョ、ブラックホール、ポンデザール、ラッキーライラックの今度ゴードで勝負していきたいと思います。本命はポンデザール。はい、前回もね、函館記念はアードマイアジャスターだ。前回の前走でもね、確かポンデザールを僕ね本命に入れたはずなんですが、アドマイアジャスターももちろんね、函館記念では入れてたんですけれども、ということでポンデザールを本命にして、夏秋馬ということで札幌記念この5度でラッキーライラックね調子良さそうなんで、ラッキーライラックを抑えつつの、この残り4とアドマイアジャスターもね函館で見事な復活を遂げましたし、それでねブラックホール、これはねコントレイルとね、まあいい勝負をしてたんで 0.6 秒差でしたっけ。はい、ということでこのことで勝負していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、で買い目なんだけど、まあこの2頭って言っちゃった以上ね絞らないといけない、この2頭の馬単です。ラッキーライラック1着2着の向川の馬単、これでね勝負しようと思います。はい、皆さんもね、なんか意見ありましたらコメント欄とかお待ちしてます。はい、というわけでまたお会いしましょう。さよなら。